はい、皆様こんばんは。10月6日月曜日、しゃべくり松代206回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝から台風の影響で小雨が降っておりましたけれども、まあ、お昼頃からですね、日差しが出てまいりまして、雨も上がりました。まあ、台風の影響もありませんでしたですね、松代は。まあ、現在あれですね、今少し、暖かっていうんでね、まあ、松代センターの中も今ちょっと技術陣の後ろでちょっと扇風機回したりなんかして少し暖かいっていう感じがしております。さて、今日のゲストをご紹介いたしますが、松代住民自治協議会事務局長の宮本秀子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、宮本さんは初めての女性の事務局長さんということで、いかがですかね。私自身は非常に事務局長という立場に戸惑っているんですけれども、はい、そうですか、はい、本当に思いもしなかったことだったものですから、はいはい、でも今ね、国でも安倍首相なんかは女性管理職の雇用を全国的に進めるっていう、まあ、この時期に、まあ、ちょっとそのなんていうんですかね、マッチした人選だとちょっと思ってはいるんですけれども、はいはい、そういった点ではどういかがですか。そうですね、うん、今長野市でも部長、はい、課長、はい、課長補佐と管理職にだいぶ女性の方が雇用されていますので、大変良いことだと思っております。それで女性自身の意識自体も変わってきているんではないかと思いますので、ね、まあ、実力のある方々には大いに重要なポストについていただいて、はい、活躍していただけると思っております。それとですね、はい、まあ、これ、まあ、就任されて、まあ、今スタッフって何人いらっしゃるって言いましたか。スタッフは4人です。4人ですね、はい、4人ですけど、まあ、それぞれ時間帯が違ってはおりますけれども、あ、そうですか、はい、で局長、事務局長さんは、はいはい、ずっと1日っていうか、私ともう1人の職員は、うん、朝の9時から5時まで、はい、うん、もう一人は、10時から4時半まで、はい、うん、それから一人は、午後の勤務で1時から5時までという。ああ、そうなんですか、はい、その4名で、うん、対応しております。ああ、そうですか、はい、分かりました、はい。まあ、一応自治協のですね、場所の確認ということで、はいはい、ちょっと見ていただきたいんです後ろになっててね、はい、はい、今町歩センターがこちらに今松代テレビもねやっておりますけど、はいはい、でその後から、まあ、これが西の方へ行っていただいて、はい、松代支所の中にあるということですね、はいはい、そうです、はい、で一応これまあ外側っていうか道路側から一応こちらが支所で、こちらが何だっけ、文化ホールですね、松代文化ホール、はい、でこちら側が商工会議所ですね、はい、でこれ右へ入っていくとこういう玄関ですね、はい、でその後が玄関から入っていただくと、はい、まあ、これは奥入っていったら突き当たったら左側に、はい、ここは何だったっけ、ボランティアセンター、あ、ボランティアセンターね、はいはい、でその後この奥ですね、奥ですね、はい、こういう大きな看板、はい、看板がかかっておりますね、はい、で中に入るとこういう形で先ほど言いました4人さんが勤めてるという形ですね、はい、そうです、はいはい、でも明るいところですね、この場所ね。そうですね、うん、本当に南に面していますので、うん、はい、非常に明るい場所です。あ、そうですか、はい、あ、広さ的にはあれですか。広さ的にも、まあ、現状で OK ですか。そうですね、うん、はい、あ、なんか右側になんか会議室があるとかっておっしゃってたんだけど、はい、ついたて、ここついたてあるんですけれども、つ、はい、いたての奥では、はい、まあ、会議が、ちょっとした会議は開け、打ち合わせですね、はい、打ち合わせ的なものはできるようにはなっております。あ、そうなんですか、はい、でもあれですか、ちょくちょく会議って やるんですよね。そうですね、月1回ってことじゃないもんね。そうですね、ちょっとした打ち合わせや何かですね、あの他の会議や何かになりますと、また、司書の2階の会議室をお借りしてやるようになりますので。わかりました、はい、はい、ですね、まあ、これ、今までっていうのは 何をやっておられたんですかね、これ、まあ、就任する前って。あ、私自身ですか、はいはい、私はですね、うん、
まあ、ここに就任したのは5月9日の総会の時に、うん、まあ、紹介してもらいまして、はい、その12日から、勤め始めるということで、はい、ここでまあようやく5ヶ月経ったところなんですけれども、もう市役所に以前勤めていたんですが、はいはい、辞めて10年経ちまして最初の3年間はちょうどあの民生児童院の改選期だったものですから3年間そこで勤めさせていただきまして、その後ちょっと自分の体調不良もあったり家族の会議とかがありまして、それでまあうちもお寺のものですからお寺の方のまあそういうこともしなきゃいけない、お手伝いもしなきゃいけない、そうですね、はい、そういうことをやりながらいたんですけれども、ね、あ、そうですか。それで本当に突然の話、はいはい、浦島太郎みたいなもんです開けてびっくりで開けてびっくりですそうですか本当にね気軽な形で受けてしまったものですから、はい、じゃあもうイメージとすれば、はい、イメージとすればもう私はもう本当にボランティア的に、うん、1日 2,3 時間くらい、うん、ちょっとお手伝い、ここで今まで何も町のことやってこなかったものですから、はい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 、できればいいかしらと思って行ったんですけれども、なかなかいろんな、はい、ことがあります、うん、そうですか。本当に皆さん住民の方が、うん、一生懸命やってらっしゃるっていうのがよくわかります、うんはい、お寺さんってどちらなんですか。あ、私はあの御安町の岩行寺です。岩行寺ですね、はい、わ、はいはい、かりました。じゃあちょっと組織的なものですね、はい、26年度真っ白住民自治協議会の組織図っていう形でちょっと説明いただけますかね。はい、はい、組織としましては、はい、あのまあ、医師の決定機関ということでここにあるんですけれども、はい、この総会は評議員さんたちが、まあ、年に1回開いているものです、うん、総会体は、はいはい、それでその評議員さんっていうのはこちらの方に、うん、厚生団体というのがあるんですけれども、はい、まあ、区長さん、区長会というのは、はい、もう区長さんが住民の代表ということで出ていただいて、はい、あとこちらのことになりますと、まあ、それぞれの団体の代表者たちが評議になっていて、それでまあ総会年に一度開く、はい、それでこの村部運営会議というのは月に1回、うん、いろんなことを決める、ここが重要なところになりますね、はいはいはい、そこにはあの会長、はい、それから副会長、はい、その副会長4名おりますけれども、それと部会長、こちらの、はい、それぞれの部会の、はい、5名の方になっていただいて、はい、それと会計と、はい、それから私ということで、はいはい、うん、重要な位置ですね。そうですね、たまたま総務運営会議ありまして。あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました。あと、まあ、協力団体ということで、そのね、部会の下に、まあ、皆さん協力していただけるところがあるということですね、はい、そうですね、うん、こちらにあります通りですね、はい、わかりました、はい、皆さん方に協力いただいているということです。そうですね、はい、まあ、あと、これ全校配布にはなりましたけど、はい、真っ白、はい、振興計画がありましたよね、はい、安心して、はい、心豊かに暮らせる城下町真っ白という形でですね、はいはいはい、まあ、あと住民の世帯だとか、これもね、これもちょっとアップして見ていただければ面白いかなと思うんですけど ね、長野市と比べてみると、なんかちょっと違うかなって思いますね。まあ、22年度の国勢調査の時の、資料になりますけれども、そうですよね、長野市14万6520世帯のうち、6163世帯、うん、人口は、まあ、38万のうち1万8000、うん、1万8000人という、多少のところ減ってはいるですね。そうですね、真っ白の場合だんだんと増えてはいないということですね。そうですね、はいはいはい、まあ、一応振興計画の、まあ、概要って今これちょっと見せていただいて、はい、でその下でさっきあの部会があるっておっしゃったよね。でその中でですね、町づくりの中で将来構想っていうのは基本目標ってこれありますよね、はいはい、安心してあれする、これは進行計画の時の基本目標ですね、目標ですね、はい、それからあとは、まあ、これ実現のためのこういう形の3つ今ありますね。そうですね、はい、それでこれが、今度あの
地域振興のまちづくり部会、はい、それから歴史文化のまちづくり部会、はい、交通のまちづくり部会、はい、この3つの部会でそれぞれ今活動していただいています。これがまあ一つの概要みたいな形ですね、はい、まあ、こういったプロジェクトが立ち上がるんだよという形ですね、はいはい、現在進行形ですね。そうです、はいはい、あとこれは歴史文化まちづくり部会、はいはい、まあ、これもね、いろいろとこれ見るとね、松代城の保存整備、整備とかね、はいはい、結構いろいろとありますね、ありますね。それこの中に、はい、やはり、ああ、宝物館ね、あの町屋のね、はい、畑を生かした観光商業振興、それとまあこういうね、おもてなしの展開とか、はい、これもまた重要なあれになってきてますね。重要な相手はこれもあれですね。ああ、そうだね、真っ白駅の利活用っていうのが、そうですね、はい、これも重要な課題ですよね。そうですね、はい、あとはまたこれ交通部会、これもまた重要ですもんね、はい、交通もそうですね、うん、これも、中長期的なものということになっていくんですけれども、うん、はい、わ、はい、かりました、はい、あとはもうこういったのもやっておらっしゃるね。あ、これはあの自治協頼りと言っておりまして、はい、もう今回新しいのがあれしていますけれども、うん、これは83回ですよ、はい、月1回ですけれども、ね、そうですね、はい、まあ、これ人権尊重し合い市民集会だとか ね軽トラック市だとかってありましてね、はい、これは9月、これが10月に、はい、あの皆さんとお手元にお配りしたものですね、うん、もう10万石祭りがもう目の前にありしてますので そうですね、はい、こういう、イベントのお知らせ、はいはい、こういったのも一応、はい、あの出すっていうことなんですね。そうです、はいはい、あとはまあこの中身的なものもね、こういう形でこちらなんかもう全てあるですね。そうですね、はい、これもあの住民自治協委員会の、うん、青少年育成委員会と、うん、先ほどの厚生団体に入っているの、はいはい、のですね、うん、はい、そこで、これこういうことをやります、うん、こういうことをやります、うん、でいろんなこういう催しをやりますというののお知らせ、はい、またトレッキングをやりますという募集とかあ、まあ、こういったその部会の細かなあれもみんなやっぱりこういった自治協議会頼りで出すという形ですね。これは月に1回出しておりますので、なるほど、ぜひ皆さんにはご覧いただきたいと思います、はい、まはいはい、あとあれですね、この真っ白師匠との関わりみたいなのってはどういうあれなんですか。ね、うん、師匠のかとの関わりにつきましてはですね、はい、あの住民のために行う、はい、取り組みにつきましては、はい、あの師匠の方に、地区活動支援担当という方がおりまして、うん、それは支所長が担当してくれているんです、うん、そうなんですか、ですからいろいろなことについてはもう支所長と相談しながら、うん、非常にあのご指導ご協力をいただいてやっております。なるほど、まだそれと、まあ、事務的に残っている部分があったりしますので、はい、本来だったら十字教でやるべき仕事、そういうのをまだ司書の方でやっていただいている部分がありますので、司書の皆さんには、うん、ご協力いただいているところです。あ、なるほどですね、はいはい、まあ、結局はあれですね、自治教は住民それと長野市の橋渡しみたいな形になるか。そうですね、ある程度ね、そうです、うん、はい、まあそういうことでね、まあでもこれからの課題ってのは結構ありますよね。課題はそうですね、先ほどあのご覧いただいた組織のことの見直しもしなければいけないですし、はい、それと、計画ですね、進行計画を作りましたけれども、うん、それを推進させていくということ、なるほど、ね、そのまま部会を、はい、推進ということで、うん、やっていますので、はいはい、今皆さんそれぞれ、結局こうしていくことです。こういうのあれですね、これの、はい、今度、計画を推進させるということで、うん、はい、なるほどね、皆さん活動されていらっしゃいます。あ、そうですか、はい、これまたあれですね、いろいろとやらなきゃいけないことはたくさんありますけれど、たくさんありますね、うん、本当にそう、あとやるあのたくさんあるというと、まあ、結局、今行ってる新幹線沿線っていうとかね、あとはそれご会長も、
それに対する誘客ですよね、はいはいはい、いかに松代に、はい、お客さんが来ていただけるかということになります、はいはい、NHK の、ね、大河ドラマの方も、うん、ありますね、はいはい、真田丸決まりましたよね、うんうん、いやそれも対応もしなきゃいけない、それもぜひ松代へ、はい、大勢の皆さんに来ていただきたいということで、はい、はい、だけどもこれあれですかね、そのいろんなものを提言したりしなきゃいけないけど、なんか宮本さん の, その思いっていうか、なんかどういうふうにしたいかなっていうなんかあれば聞かせてください。どういうふうにしたいっていうのは、うん、今ねすぐあれじゃないんで、もう目の前のものを、はい、こなしていく、そ う, そうやっていかなければならないっていうことで、うんうんうん、もうあれですね、必死ですかね、必死です。あ、そうですか、それからもう少ししたら、はいはい、こういうふうにやりたいとかいろんな思いが出てくるかと思いますけれども、なるほどですね、はい、わ、はい、かりました、はい、まあ、あの事務局長さんの役目はね、ますます重要にはなってくるし、大変きついかもしれませんけども、まあ、あの粘り強く、はい、それこそ頼りない事務局長かと思いますけれども、皆さんにご協力いただいて、なんとかやっていきたいと思っていますので、ね、よろしくお願いします。まあ、真っ白の、ね、住民のためにもぜひご協力いただいてですね、はい、やっていただければというふうに思います、はい、今日はどうもお忙しい中ありがとうございました、はい、いいえ、よろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。さて皆さん、はい、どうもご苦労さまでした。よかったですね。ありました。いや本当ね、はい、皆さんよかったですね。はい、皆さんもよかったです。来週の予定の前に、はい、皆さん予告、ね、予告じゃなくて予告じゃなくてね、はい、お知らせ、はい、はい、お願いします。はい、はい、ですね、これあの古い建物を生かすということでね、信州大学の先生にねちょっと勉強させていただくんですけど、10月の16日、はい、真っ白師匠の2階でね、あの講演会をやります、はい、で無料ですので、お、ね、いいですね、真っ白の、ね、古い建物の形の生かし方みたいな形のお話ができますので、ぜひ、はい、あの参加していただきたい、はい、ぜひね。それからもう一つですね、はい、今度は信仰の山みなかみ山一周、ね、コイルをやります。なるほど、はい、あの今までね、みなかみ山に登ったんですけど、今度はその周りをね、巡るという形で、ちょっと今回は珍しいので、ぜひ参加していただければ。ぐるぐる回る、いや、くるくる回る、みなかみ山をゆっくり回るね、それ歴史のものを回るんですね、ぐるっと目が回っちゃうからね。でね、10月の18日に、土曜日ですね、はい、これはね、無臭田の湯 の, あの今ちょっとね ないですけど、駐車場、昔の、うんうん、駐車場、そこに集まっていただいて、巡るようにいたします。なるほど、参加費500円ということでやりますので、うん、ぜひ参加いただければなというふうに思います。体重緩いからね、はい、もう何百人来ても大丈夫ですね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで予告ですか、はい、続いて予告をさせていただきますね、はいはいはい、これは、はい、来週は私じゃなくて宮坂さん、あ、私ですね、はい、どうぞどうぞ、何をやるんでしょう、何をやるんでしょう、はい、松代にはね文化財がたくさんあるんですけれども、その中でね、はい、長野市がね直接管理している文化財が、ね、はい、ありますね、そこをあの受付やってる、うん、渡辺さんという方にね、はい、おいでいただいて、何を聞くの、文化財について、文化財について聞くの、そう、松代にはね、うんうん、長野市でね、うん、管理している施設はね、6施設あるんですよ、はいはい、だけどね、うん、松代城はね、うん、あそこは管理してないっていうか、受付の人いないから、いないね、5施設ね、はいはい、まずね、うん、宝物館ね、それで、真田邸ね、はい、文部学校、はい、横田家の住宅、はい、それから造山記念館という5施設あるんですよね、そうですか、そちらの方の受付をされてるね、うん、渡辺さんに来ていただいて、お話をしていただきたいと思っております。宮坂さんも前やったよね、そうでしたっけ、楽しいな、そういうことなんか、まあ、一応ちょっとなんかカンペみたいなのをやってましたけどね、そういうことは、まあ、ちょっと楽しみで、はいはい、やってきますね。それではどういうお話を聞けるか私も楽しみにしていきたい。来週のしゃべくりバチロー、どうぞ楽しみに、はい、よろしくお願いします。松代
しゃべくり松代、また見てね。Now